ジェレミー・タイラー・ワイズはアメリカ合衆国フロリダ州オーランド出身のプロ野球選手。現在は MLB のテキサス・レンジャーズ参加 AA フリスコラフライダーズに所属している。2009年の MLB ドラフトでロサンゼルス・ドジャーズにドラフト5巡目で指名され7月1日に契約を結びプロ入りを果たした。7月5日に 参加ルーキーリーグのオグデンラプターズへ配属された。同年は39試合に出場し、打率338,8本塁打、23打点、49安打を記録した。2010年4月4日に参加ーグレートレイクスルーンズへ昇格した。5月27日に参加ルーキーリーグのオグデンへ降格した。ただ試合も出場することはなかった。 6月3日に3回 A グレートレックスへ昇格した。7月4日に7日間の故障者リスト登録された。7月14日に復帰した。同年は86試合に出場し、打率309、12本塁打、62打点、93安打を記録した。2011年4月4日に3カアドバンスへランチョクカモンがクエークスへ昇格した。 8月14日に7日間の故障者リストに登録された。8月28日に復帰した。同年は97試合に出場し、打率286、17本類が73打点、96アンダーを記録した。2012年4月3日に3回 AA チャタヌーがルックアウトへ昇格した。7月14日に7日間の故障者リストに、 登録された。7月27日に復帰した。同年は121試合に出場し、打率278,9本塁打、70打点、116アンダを記録した。2013年も参回 A チャタヌーガでプレーした。同年は106試合に出場し、打率245,8本塁打、35打点、68アンダを記録した。 2014年3月29日に解雇された。2014年4月30日に独立リーグであるアメリカンアソシエーションのウィチタウィングナッツと契約を結んだ。ここでは47試合に出場し打率297、12本類打42打点、55アンダーを記録した。2014年7月7日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。 7月8日に参加 AA、A、ラウンドロックエクスプレスへ配属された。ここでは1試合に出場した。7月11日に参加 AA フリスコラフライダーズへ降格した。ここでは38試合に出場し、打率319、11本塁打、34打点、45安打を記録した。オフの12月14日にレンジャーズとマイナー契約で再契約を結んだ。 12月30日に参加 AA、A、フリスコへ配属された。2015年1月13日にマイナー契約を結んだ。同年は開幕を参加 AA フリスコで迎えた。5月24日に参加 AA、A、ラウンドロックへ昇格した。6月11日に参加 AA、A、フリスコへ降格した。7月17日に7日間の故障者リストに登録された。 7月30日に参加 AA、A、ラウンドロックへ昇格した。8月11日に7日間の故障者リストに登録された。8月18日に復帰した。8月31日に参加 AA、A、フリスコへ降格した。最終的に参加 AA、A、ラウンドロックでは21試合に出場し打率188、3本塁打、5打点。 12アンダを記録した。参加 AA フリスコでは57試合に出場し、打率241、6本塁打、27打点、48アンダを記録した。ありがとうございます。